朝岡忍、朝岡忍、朝岡信を、明治32年、1899年12月15日から、昭和43年1968年11月12日は、日本の俳優、政治家である。第二次世界大戦前、サイレント映画時代の日活スター俳優であり、映画監督、プロデュースも務めた。戦後、参議院議員も務めた。 身長1 7 7 3トル、体重9 3ラム、身長1 8 0トル、体重9 0千八1899年、明治32年12月15日、広島県広島市大手町、現在の広島市中区大手町のパン屋、武蔵屋の長男に生まれた。大名小学校に通っていたという証言がある。 1909年より近くの通信社で働いていた、ネギシ一が小さかった朝岡を相撲で転がしたとか、ネギシと同僚の古野伊之助にうるさくしすぎて、事務所の金庫へじ、込められたという文献がある。中学は、旧制、行政中学校、現在の行政高等学校とするものと、旧制、広島市中、現、広島国体寺高校に在籍したと書かれた文献がある。 朝岡自身は、終戦後、私の郷里は、広島市内でございまして、帰ってくると、原子爆弾でやられて、親族あるいは親友なんかは皆倒れておるという風、などと話している。中学在学中は、相撲部で奈良市学生横綱だった。柔道、剣道も、高段の腕前で、運動神経は、抜群だった。早稲田大学時代も相撲部に在籍する傍ら、 在学中の1920年、大正9年、1922年、大正11年に、男子ハンマー投げで、日本陸上競技選手権大会を3連覇した、1920年、1922年は、当時の日本記録。1920年、大正9年、広島市の広島高等師範学校で行われた、アントワープオリンピックの中国予選に、 当敵の広島代表として出場。同年、極東選手権のやり投げで優勝した。1921年、大正11年のラグビー総計戦創設にも関与しているという。1925年、大正14年、大学卒業後、相撲部出身のスポーツマンとして見込まれ、日活大将軍撮影所に入社、日活新人スターとして売り出された。 19本の映画に出演、岡田義子と共演して、人気を集め、一時代を築いた。1927年、昭和2年、人気小説、海底軍艦シリーズを映画化した、東洋部教団、内田友監督で朝岡と、広瀬つ美は、陸の王者、朝岡忍、海の王者、広瀬つ美として、ダブル主演し、映画は大ヒットした。 1928年、昭和3年、広瀬を主演に2作を監督。1930年、昭和5年、俳優業を引退。1931年、昭和6年、映画国策の提唱を表し、翌1932年、昭和7年、都米を経て、映画国策確立の行政機関の設置を主張。情報局の幹部、政治家とも交際を持ち、 映画国策権議案の成立に、引き、1933年、昭和8年国会に提出され可決した。この法案は、後立手林三夫らの尽力により、1939年、昭和14年、映画法の制定につながっている。森徳明の弟、岩瀬良也北一期の弟、北銀吉と、とりわけ親しく1933年、昭和8年、 北と共に、日本国作作映画研究所製作を1935年、昭和10年、多摩帝国美術学校、現、多摩美術大学の創立に参画。1936年、昭和11年には、日本国作映画研究所制作の映画、国防前線 8000km をプロデュース、日活が配給して公開している。1930年代後半に、 築地で料理屋を経営。その後、大陸20年余り滞在し1946年、昭和21年12月、上海から引き上げ、海外同胞引き上げの救済運動に尽力。1946年、昭和21年、プロ野球球団、東京セネタースの見売り話を、小西徳郎と共に仲介。東急社長、 後藤啓太に野球を勧めたのは、ゴーラホテル支配人、猿丸元の友人朝佐岡で、広島市中時代の親友で、東急の専務、黒川翔三を通じて、後藤に会い、話をまとめたという。1947年、昭和22年、日本自由党から参議院議員選挙に立候補し、当選、吉田内閣で、厚生政務次官を務めた。 1949年、昭和24年、広島平和記念都市建設法可決。広島の戦後復興の礎になった、この法案は、朝岡の発言がきっかけで検討が始まったものという。1950年、昭和25年、日本初の女子プロ野球創設に関与。1968年、昭和43年11月12日。 脳出血のため死去した、満六十八歳没。若い頃は派手な言動で知られ、日本のジャズ史戦前戦後によると、新橋ダンスホールで、銀座の顔役だった、鈴木健二、高峰美恵子を妻にしていたから腹を刺されたこともあった。浅岡は、小玉吉男と親しい右翼の辻家禄の懐刀と、言われていた。1948年、昭和二十三年四月に、 辻家六氏をめぐる政治資金の問題について国会で承認答弁を行っている。学生時代から徳川義親や辻に世話になっており、自身は辻の弟子のようなものと話している。1925年、大正14年に学生横綱の朝岡がスタートして日活京都に入社すると書内に相撲が流行り出し土俵が築かれた。日活京都の俳優部には 相撲界から入社したもと、三役力士の若立ち義之助いて、浅岡は一度若立ちと申し合いの勝負を組んだことがあった。が、十番勝負で一番しか勝てなかったそうで、浅岡は、後年、稲垣博に、その一番も花を持たせてくれたのだろうと語り、三役力士の強さに共嘆していたという。特筆のないものは出演作である。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。